えー、江東区常盤なのだ、えー。まあ、民家、普通の民家、えー。ここはですね、ちょっとね、下町探偵団的に、ばあ、下町探偵団なんつって遊んでたりして、ちょっと隠れ家的に私が、だからわしが利用してたんだけど、今度はもうちょっと、あんまり使ってもいないんで、開放して、みんなでわーわー。 やったり遊んだりしようかななどと考えてるのだ、えー、先日キワの何て言うんだろオリジナル自転車メーカーのアロハロコさんが一応、えー、深川を引き払うことになってまあここら辺でまたいろいろ面白いことをやってくれるみたいなんでちょっとここ1週間ぐらいいた <laughs> 貸して借して借りて借りていただいて借りていただいてでいいんだろうな多分結構掃除とかいろいろしてくれたんでなんか貸してやったぜ的な感じより借りていただいてぐらいいろいろやっていただいてるのだでここでねなんか1週間ぐらいねあのアロハロコさんでえっ、ー、と、まあ、売れ残ったっていうかまだまだいろんな品物が残ってるので飲みの市みたいなことをやりつつ、えー、そこには なななんてていいうののかかカウンターっていうのかなお酒飲める場とか作ってなんか毎日1週間ぐらいだらだら遊んじゃおうかななんてことを考えてるのだ。でまあえっ、ー、とアロハロコさんがいなくなったらばまた今度はわしとかまた他の仲間とかがまたここを使ってえっ、ー、とワイワイやろうかなと近所迷惑にならない程度に隣も前の家も、えー、ちょっと惜しい だから一応そんなに怒られないと思うんだけど静かにあんまり遅くまでやらない程度にちょっといろんなことを考えてるのだ場所はねまあいいや江東区時は1丁目15ぐらいまでしたこあとはねさっき外観も見せたから自分で頑張って探すように とりあえず一週間は、ええー、まあ、なんか飲み物もそんなにお金かからないようなう、なんだろう、ただとは言わないけど、安く飲めるような感じになってると思うんで、ちょっと遊びに来てくれると面白いと思うぞ。なのだ。なかなかいいでしょ。これでいいのだ。